韓国4日目です。今日トーナメント出るのが最後ですね。毎日ハイローラー開催してまして、今日も5時から150万本出しのハイローラーに挑戦していきます。メインイベントの方は定番の B です。今日はこれから続々と人が集まってくると思います。カジノ到着しました。今からですねハイローラーエントリーして、本日最後の予定のトーナメントですね、行ってきます。Thank you.
ブリック入って3万点スタートが3万8900点です。道中1万点まで減ってかなり厳しかったんですが、オールインでダブルアップしたのとスチール成功したのと、あとブラフキャッチやりました。あと4ベット入って5ベットオールインしたら1万2000点取れたのがありましたね。相手が1回フォールドする素振りを見せて4ベットだったんですよ。ポーカーのテレで弱そうな素振りを見せてからのアクションって結構逆な方も多くて警戒しちゃうんですけど、まあ経験でそのまま入れたら相手がフォールドしてかなり助かりましたね。もうね、負けることもね全然あったんで。84,300円。
たった今取り出したことを報告します。すごい練習です。最後ボタンでケーキを着て救急通りにやってターンで休養して配達になりました。聞くインチョン空港に着きました。今日が帰国日になります。トーナメント遠征の成績を発表します。初日にハイローラー出てバウンティートーナメント出ました。両方滑った後にバウンティートーナメント2回目エントリーして、そちらが3位で銅メダル獲得しました。翌日にハイローラー出場して、そちらは5位で飛びました。マイナス150万ウォン。トーナメント4つ参加して1位インまで収支がマイナス277万ウォンです。28万円ぐらい負けました。もちろん開発したのはさ、日本全体をカバーできる相対震源決定でさ、だいぶ精度良くなるんだよ。東大で21日に発表してさ、オツさんの方法をアフリカに紹介するんだよ。オツさんが開発した方法はこれでさ、こっちも気象庁の震源そのままでさ、これとこれが同じもんなんだよ。こっちほら ぼやりしてるじゃんか。うん。誤差が大きいとさ、うん、こうばらけちゃうんだよ。精度が悪いとぼやけて飛び出しちゃうんだよ。こう綺麗に見えるじゃんか。精度が高いからっていうことね。そう、精度が高いから。うん、原因の特性とかにつながるってこと？そうそうそう。そう、地震学の解釈だよ。能登半島の地震がこれなんだよ。ここが能登半島でさ、これは気象庁のカタログで決め直したのがこれで、こっちからだんだん深くなってんだよ。本震ではさ、ここからここまで全部いっぺんに滑ったんだよ。その後小さな地震がいっぱいポツポツ起きてんだ。一番大事なのはお金っていうよりもさ、地震学の精度を上げるっていうので貢献してるって感じだね。地震の起きたとこを正確に決めるためにさ、国は1000億円ぐらいのお金を出して観測点作ってんだからさ。ああ、そうな。日本に帰ってきまして、父のいる福島に来ました。地震の興味深い話を聞いてました。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。